ました。ダイレクトボールがこぼれて宮尾がつなぐ、左足のシュート、リフレクションがあってゴールに入りました。1点返した YS 横浜。辻のシュート、ディフェンスに当たってゴールネットを揺らしました。1点返した YS 横浜、後半の40分です。この宮尾から辻がシュートを打ちました。ディフェンダーに当たってコースが変わってそのボールがゴール。